to the hip hop, the hip to the hip hip hop, and you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the あと恋のコーナー。さあ今回は前回の続き、大阪編ですね。大阪編のもう1店舗、行ったところを紹介したいと思います。こちらです。このお邪魔館というね、お邪魔館さん、お邪魔館蒲生店に行ってまいりました。前の動画で紹介した梅田の駅からもうすぐ、一駅分かな、電車で移動しまして、蒲生4丁目駅ってとこだったかな。そこからすぐですね。で、店内動画の撮影はできなかったんですけど、写真ならいくらでも撮って大丈夫ですということだったので撮らせていただきました。まずはこちらご覧ください。どうぞ。今蒲生4丁目というところに来ております。初めてですね。そこの公園でちょっと暑すぎるので休んでますけども、駅から割とすぐ近くのところにレトロゲームショップあるということで行っていきたいと思います。見えてきましたね。はい、というわけで行ってまいりました。お邪魔館蒲生店でございます。お、小学生がもうねオープン前からちょっと並んでおりますけども、そしてオープンしまして中に入ると、おっと出ました、これはゲームボーイです。ゲームボーイソフトのまるでカーテンのような感じでわーっと並んでおりました。おー、すごい量がやっぱすごいですね。この門みたいになって、うーわ、これねずーっと入れます。ここは、はい、こんなに、あ、こう昔のね、ソフトの CM なんかも流してくれてね、いいんですよね。あ、これはもう門みたいになってますね。はい、アーケードのアーケードみたいな。はい、ありがとうございます。おー、これショーケースもね、いろいろありまして。うん、うん、うん。いや、これはもうちょっとずーっと入れちゃう、楽しめちゃう。綺麗ですね。はい。あ、ジャンクもあったんですね。ジャンクコーナーもね、ありまして。はいはいはい。あ、こう綺麗に並んでおりますと。はい。ねえ。すごいよね。もうほんと、我々世代には、たまんない空間でしたね。とっても多かったです。いや、幸せでしたよ。ずっといたかったな。ほんと隅から隅までずっと見てたかったですけど、まあ、その中からいろいろ買わさせていただきました。でね、とにかく、お安い。前の動画で言ってた駿河屋さんよりも、100円、200円ぐらい安く、だいたい売ってたんじゃないかな。じゃあまずはですね、いろいろ買ったんですけど、ファミコンから紹介していきましょうか。はい、まずこちらですね。でね、みんなのターボー。はい、もう三両シリーズいっぱいありますけど、ターボーね、これもよく見かけるソフトなんですけど、地味に高かったんですよ。ただこれ380円なんで、うん、まあいいですよね、380円で。で、綺麗です、すごく。サンリオの中では僕ターボー多分一番好きなキャラですね。はい、どんなゲームかは一切知りませんが買わさせていただきました。はい、みんなのターボー。そして、あ、これもね安かったっすけど、まあ安いなりに理由はありましたね。これはね、はい、空手か、はい、580円でした。空手家で580円いいと思うんですよね。ただサイン入りです。そう、ここにもね、落書きありって書いてあるんですけど。そして、これもよく見かけるソフトですけど、お安かったんで買わさせていただきました。こちら、ハイパーオリンピック。はい、180円。これもね、若干落書きあるね、後ろ。まあ、後ろもちょっと汚いっちゃ汚いんですけど。ハイパーオリンピック。これもやったことないですけど、まあ、これ連打系ですよね。こう連打するやつですよね。まあ、コレクションの一つとして。そしてこちら、うわ、これすごいずっしりですね。ガチャボン戦士2カプセル戦記380円、ね、これ後ろサイン入りです。竹下さん、ありがとうございます。これは俺ね、3はやったことあるんだよ。テレ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 っつって、あのマップ移動させるやつ。2は俺やったことないんだよな。ただなんかいろいろレビューとか見ると、こっちの方が名作っていう人結構いるみたいで、ちょっとやってみようかなって言って、はい。そしてこちら、これも知らなかったですけど、これジャケ買いっすね、これはね。はい、こちらです。
はい、ポケットザウルス獣王拳の謎ですね。ちょっとこれ値札が書いてあるんですけど、380円これですね。全く知りません、このバンダイさんの。もともとは580円なのかな、380円になってました。状態は非常に綺麗です。そして、箱付き、箱付きも買わさせていただきました。これいくらだったんだっけな、こちらワギャン2、うん、これずっと欲しかったんですよ、この箱付き。このジャケットがすごい好きで、はい、ただね取説なしです。はい、で、これがね税込みで968円ですね。はい、まあ、1000円切ってたんで買わさせていただきました。まあ中身はねこんな感じです。ちょっと色あせくすみありですけど、まあ、カセット自体は傷とかもそんなになくっていう状態ですね。とにかくねこの箱付きずっと安いの探してたんで、まあ、1000円切ってるから買わさせていただきました。はい、わかった。そしてもう一品、これは安かったな。まあ野球ゲームですけど、安かったんですよ。これ税込み143円。これですね。はい、出ました。究極ハリキリスタジアム。はい。これが143円ですよ。うん。ただこれも取説なしです。はい。でもまあ、これセットでまあ1000円ちょっと。1100円とかだからいいんじゃないですかね。で、ゲームボーイがね、とにかくたくさんあったんですよ。写真でね、見た方あると思いますけど、壁にかけてあって。あんだけバーってやると、どこに何があるかという感じですけどね。見やすかったんですよ、意外と。もうそのまま表面が出てるんでね。はい。その中から気になったものを買いました。こちらです。でね、ゲームボーイ版悠々白書480円。これもね、昔やってたかな。いや、誘惑480円はいいと思います。状態はすごく綺麗ですね。そしてこれも安かったです。まあ野球ゲームね、はい、ベースボール180円、うん、これもすごい綺麗、はい、で取説付き1個ありましたんで、これ俺知らないんだよな、割と後期に出たのかな、95年96年。こちらヨッシーのパネポン取説付きです。取説ついてなかったら走ってなかったですね。パネポンはすごい好きです。はい。で、強いと思います。パズル系はね、すごい好きなんですよ。ですね。で、メガドライブ、1個買いました。これはもうジャケ買いですね。NBA プロ、バスケットボール、ブルズ VS レイカーズ。いいね。680円。こういう海外のバスケのソフト、スーファミとかでもいっぱいありますけど、この NBA のこのロゴが完全にドーンって出てるだけのジャケット、かっこいいなと思って。バスケもすごい好きなんで、これ買わさせていただきました。これだわ、いつの商品と ?92 年ですね。だから初期のブルースとレイカーズなんで、痺れるね。これは、完全ジャケ買い。そして、スーパーハムコンは、一作品、箱付きを買わさせていただきました。これ見つけた時はね、俺痺れたな。ただこれ結構値段した。一番今回お高いです。税込み1848円。来ました。お昼休みはウキウキもっち。あちこちそちこちいいとも。笑っていいともタモリンピック。嬉しい。やっぱ芸人系のソフトはね、集めたいですけど、これ、箱付きじゃない。ソフトも俺まだ見かけたことなかったんですよ。ある存在があるのは知ってました、ネットとかで。ただやっぱ地味に高かったんですよ。これ見て、後ろにだってタモさんいるんだよ。これ実写のタモさんいるから、ね、これ映像で使われてるわけじゃないと思うんですけど、すごい番組そっくりのグラフィックで、まるでレギュラー気分だ、うん、僕がもうブレイクした頃には笑っていいと思うはもう終わった後だったんですよね、僕らがブレイクしたのは。なのでまあ懐かしさもあり、体力勝負あり知力勝負ありの本格バラエティソフト、いいね。説明書があればな、説明書だけ別で買っちゃうからネットで。あ、でもちゃんと袋に入って、はい、あ、ソフトはちょい焼けてるぐらいか、半分こっち焼けてる。
嬉しい、これは嬉しいです。そしてこれはもう完全にノリで買ったというか、これ全然最近のものですね、新品ですわ、4月に出たやつ。でもこれスーファミでも使えるっていうことなんで、はい、高橋名人の連射コントローラーでございます。はい、でもさ2780円なんだよ、新品で。壁にかけてます。ちょっと開けてみますか。片付け名人、ゲームは1日1時間、このね高橋名人のサイン入り、まあ、プリントですけど、のコントローラーポーチですね。これこのままこのままもう飾るようだな、これは。でこちらがコントローラーですね、はい、かっこいい色合いが。まあでも使わないっすねこれはもう本当に記念です。こう飾っておこうと、はい、あバッチもついてんだ、あバッチもついてんだ、これ名人の。ちょっと100入れてんのか。はい、というわけで以上になります。いやーちょっとねもう一回ゆっくりじっくり行っていきたいんですよ。でお邪魔館さんは大阪にあと何店舗かあったんで、また大阪行く機会あったらねゆっくり見たいと思いますけど、まあでも非常になんか幸せな空間でしたねそこはね。というわけで前編後編に、分けて、やりましたけど、また地方遠征行った時には、時間があればレトロゲームショップ行きたいなと思ってますので、また、こう期待ということでよろしくお願いいたします。というわけで以上です。ありがとうございました。